射はしない。ジャジャバンが使えるぞ。このまま決めるぞ。先制したわ。おまけだ。さあ次に行きましょう。さすがエレインさんだね。魔獣だらけで全然人が…ってなんだか初めて来た気がしないね。言われてみれば確かに。やっやっやっ、えい、せい、はっつ、かかってきなさい。せい、せい、このまま決めるぞ。奇戦を制したわ。正気、つっつ、おまけだ。悪くない手応え。押し切りましょう。お願い。今のはいい手応えね。お前さんたちも気持ちがいい連携ぶりだな。だが油断はするなよ。いざという時は俺に任せてもらおう。やはりジンさんを呼んで正解だったわね。敵の群れよ、注意して。注意せよ。スインク。頼む、多くなる。やっ、はっ、隙ありだ。ナディアさん、遅い。隙をはぎるぜ、無駄で。ご来客、許さない。やっ、遅い、うん、俺の番だ。今解き放つか。スインク、これフード、任せた。乗車。これがナディアの実力なのだ。よくやった、ナディア。敵がたくさん、面倒そう。強そうだよ、戦うの？癒されるわね。
ブーストの攻撃だ。決めるといい。はん、手加減無用だ。今スキルパスを。はあ、クイックストライカー。はん、たぎるぜ。スキル発動。続くよ。チャンス。えい。勝機。このまま押すぞ。頼む。奥くらい。剣気。高まれ。ありがとう。いつでも行ける。スインク。体力低下。無理するな。連機解放。ハゲド。分かった。や。助かったぜ。
頼む。いつでも行く。ブーストレッジ。あぎるぜ。続くよ。乗車。ドライブ開始。頼む。オークレイン。いつでも行ける。ザ。ありがとね。
まったく、ちょっと目を離した隙にここまでやられちゃうなんて、情けないにも程がある連中ね。声が…どこから？あなたが今回の件の元凶かしら。ま、どう思ってくれたって構わないわ。どうせあなたたちはここで終わりなんだから。なんだと？ここには無限に近いリソースがあるからね。せいぜい絶望するといいわ。立ち上がりなさい、しもべたちよ。何度でも何度でも敵を一人残らず殺し尽くすまで。復活した。嘘、こんなのありかよ。ならばこれはどうだ。バカ、一瞬で。まさか本当に。何度でも蘇るの？一斉に来る。とにかくしのぐわよ。次から次へと拉致があかんな。もう散り貧だ。また来るよ。ジンさん、こちらは私たちで何とかしますから。その間に退路の確保。この陣形を崩すのは命取りだが、もはやそれしか選択肢はないか。何とか持ちこたえろよ。今の一撃は。エレイン、坊主たち。なんだこの記憶は。なあちゃんたちはまた死んで。またどうやら二人も今度はある程度覚えているようね。今度は何のことだ。これが何なのか知っているの？ええ、自分でも笑っちゃうくらいバカバカしくてありえない推測だけど、私たちはすでに2回死んだのよ。いや、この前の時を入れたら私は3回になるわね。死んだって？え、あの光景が、あの記憶が本物だっていうのか？一体どうしてそんなことが。理屈はわからないけれど、原因は多分それでしょう。あーちゃんから預けられたエプスタイン博士の遺産。私も詳しいことまでは知らないけど、去年バンたちが解決してきたいくつかの大きな事件とも関わっていたそうよ。確かにゲネシスはいろいろと不思議な現象を引き起こすとは聞いたが、いくらなんでも時間を巻き戻すってのはデタラメすぎじゃないか。全くの同感だけど、そうとしか説明できないのもまた事実ね。まあ仮にあの記憶が本物だとしても、実際に未来から時間が遡ったのか、それとも今のなあちゃんたちが未来の記憶を得ただけなのか、それを判断する手段はないけどね。それにしてもこんな夢だか悪夢だかわからないようなことに遭遇するとはな。改めて頭が痛くなってきた。とにかく廃棄区画の奥が危険だってことはこれではっきりしたわ。あなたたちはどうする？
ここで降りても構わないわよ。むしろ私としてはその方がおすすめね。いくら裏解決や代行といっても若い子にあんな危険を犯させたくない。そんなことを言われてももうここまで関わってしまったからな。今から降りて結局あんただけ死んだってなるのもさすがに後味が悪い。それに私たちもなんとなくあの場所は気になっちゃうんだよね。だからなあちゃんたちも最後までエレインさんに付き合うよ。そう、ありがとう二人とも。でも対策はちゃんとしないとね。さすがにまた死ぬのはコリゴリだよ。あの現象が発生する条件がわからない以上それを当てにするのも論外だしな。今度こそ死んだら終わりと思った方がいい。対策ね。正直お手上げ感もあるけど、ジンさんを応援に呼んでもダメというなら一体どうすれば。はっきり覚えてるわけじゃないけど、相手は数が多い上に何度でも復活するんでしょ。だったらどれだけ増援を呼んでも無駄だよね。いくらなんでも反則だよ。ええ、もう一度ジンさんに連絡を入れるとしても何か考えないと。それにしてもあんなにバカでかい動力端末が前からあそこにあるとは考えにくい。可能性は低いだろうが、仮にもあの場所は国防外の一角だしな。国防外の人間なら何か知っているんじゃないか。そうね、改めてこの辺りで聞き込みするとしましょうか。なあちゃんも今はそれくらいしか思いつかないかな。ここだと逆に私の方が交渉なんかはしづらいんだけど、まあやれるだけやってみましょうか。見つけた。アクセス成功、開始する。コード解析中。どうした、もう終わりか。ここには近づかない方がよくない。そうだな、嫌な予感がする。さっきの声は。
いいからさっさと吐けや。だから知らないんだ。はあ？てめえが言ったんだろうが、この国防外のことなら何でも知ってる。そのガラクタに勝ったら教えてくれるってよ。何でも知ってるってのは言い過ぎたが、本当にそんな男の情報は知らない。だからここへは来ていないんじゃないかと思います。はい。ルート的にはこっちに繋がったはずなんだが、だったらあれだ、黒いデカブツ、心で黒くてバカでかい端末みてえなもんを見かけなかったか。それも知らりません。マジで使えねえな。おい、ならやっぱこのミラは没収だな。それは約束が違うような。こっちも同じ条件でかけたんだ、文句はねえな。はい、どうぞ持って行ってください。さてと、そんじゃあこいつにここまでの稼ぎを足して、俺も同じように相手を募ってみるとすっか。誰でもいい、俺と戦って勝ったやつにここにあるミラを全部くれてやる。だが代わりに、俺が勝ったら俺の知りたいことを教えてもらう。何人同時にかかってきてもいいぜ。むしろその方が燃えるしな。さあさあ、誰かいねえのか。だったら私たちがその話に乗るわ。おいおい、本当にやるのか。あのおじさんって確か結社の執行者だよね。やばくない？誰かと思ったら剣の乙女とはな。へえ、この俺とやんのか。正直私一人だったらかなり厳しい戦いになるでしょう。けれどこの二人も一緒なら確実にあなたから一本取ることができる。挑発してるよ。この人も意外と血の気が多いというか、大胆というか。言ってくれるじゃねえか小娘。そこそこやりそうなガキどもだが、猫の手でも借りるつもりかよ。こっちも舐められたもんだな。別に構わないが、面倒事は少ない方がいいしね。どうなるかは戦ってみればわかることよ。だったら試させてもらうぜ。退屈させんじゃねえぞ。シャーの展開始めるとしよう。ままごとじゃねえって証明してみな。さあ行くわよ。遅い。チャンス。エイキュー。そろそろ。おまけだ。容赦はしない。オセ。勝機。そろそろ。お待ちだ。お返しするね。ドライブ開始。やるしかない。ステイハッツン。頼む、オークライル。やっとサポートするよ。食い破れボルアークロー。ブーストの効果だ。ザイバ駆動。ジャッキー、スインくん、フッ。そろそろ
おまけだ。お返しするね。ブーストの効果。
油断するなよ。え、勝機一発を一気に決めるわよ。勝機お願い、せいちゃん、これで決める。スッスッ、終わりだ。続いてくれ。オッケー。あ、ここだ。うん、いいぜ、合格だ。